今日はですね、10月22日朝5時47分でございます。FX の相場解説を始めていこうかと思いますけども、やっぱりね、不調の時の挑戦、あんまり良くなかったですね。昨日はですね、全体的には売りの流れなんですけども、その瞬間、バイが来るんではないかなと思って、バイに張っていたわけなんですよ。まあ、一回はうまくいきましたけども、もう一回跳ねるかなと思ったら、これはね、跳ねずに、大きく下にブレイクしましたよね。その辺を今日はね、まず1時間足から解説していこうかと思います。画面切り替えます。はい、これが1時間足なんですけども、昨日お見せしたトレンドラインは、こういう風にありましたよね。で、このトレンドラインに沿って、まあこういう風にね、上昇していくんではないかなーっていう風なことを踏んでいたんですけども、こちらの方、ブレイクして、下の方に行ってしまいましたね。まあ私ちょっとこの辺で、チャートを見てなかったんで、見ていたらの話をしましょう。見ていたら、まずは、ここまで、この売りのサインがね、急降下していったら、ここで売りで入っていたと思います。少なくとも、ここで気づいていたら、ここで売りに入っていたと思います。で、このゾーンというのは、ここの力点に由来するんですよね。こういうふうに、力点が引けるんですよ。で、もう一個は、この上昇のトレンドラインが始まったここです。少なくともここをブレイクしたら、下の方に向かっていくだろうな、っていうことでね、売りに入れたと思います。いや、これはちょっと痛いですね。昨日、まあ、小刻みにバイで行くんかなと思って、なかなか行かないんで、まあ、一日二日様子を見ようかなと思ったら、何が起きたんだと、気がついてみたら、これは何かとてつもないイベントがあったのかなっていうぐらいぐっつりとセルの方に動きましたね。まあ1時間の解説はこんなところなんですけども、じゃあ週足から見てみますよ。週足はずっとね、お話していた通り、この動きなんですよね。移動平均線も売りなんですよ。だから大きな流れは売りで間違いないんですよね。ちなみにこれ。陰線が大きく出ましたね。で、次、日足を見てみます。日足も、こういう風にお話していた通りです。こういう風にね。移動平均線も右肩下がりですよね。で、4時間。4時間はですね、4時間は横ばいのように見えますね。ともすれば上昇しないでもないんですけども、ただ全体的に日足と週足が売りなんで、4時間も売りを見ていった方がよろしいかなってところですね。で、力点がこうなってたわけですよ。もしくはここ。ね、先ほど1時間でお話したように、ここをブレイクしたら、いや、ここで気づかなくてもここをブレイクしたら、売りで入るというふうな決断をしなければならなかったかなと思いますよね。まあ、チャート見てなかったんでね、見ていたら、必ず売りで入っていったと思います。後追いですけどね。まあ、ここは根っこから入ることは私は無理ですね。ここは。だからここで上昇の形ができていたんで、もう一回ぐらいね、もしくはもう二回ぐらい上昇で取れるかなっていうふうな目論み、もしくは取れなくても、セルに行くまでにもうちょっと時間がかかるかなと思ってたんですよ。いや、昨日のうちにね、ここまで大きなセルが出ると思わなかったですね。これは私の力量不足です。わからなかった、これは。で、改めて1時間ですけども、こんな感じになってますよね。もう一回申し上げますけども、このトレンドラインに沿って、上昇していくかなというふうに踏んだんですけども、確かにここをブレイクした後のセルの動きは激しかったですね。このトレンドラインを引いたのは、そんなに間違いではなかったと思います。が、その後、ここをブレイクしたところを見とかなくちゃいけなかったですね。もしくは、ここをブレイクしたところを見ておかなくちゃいけなかった。もしくは、ここをブレイクしたところを見ておかなくてはならなかった。三つチャンスがあったんですけども、三つとも、チャートを見てなかったんで、対応できなかったという、ご同時な流れでございます。ということでね、大きな利益は逃してしまいましたけども、まあ、振り返ってみると、気がついていたらこれをやっていたなっていう点は、見つかったと思います。まあ、こういうふうにね、自己解説といいますか、ことが起きた後にも相場の解説をすることで、またね、同じようなことが起きた時に、
カバーできるんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、こういうふうな動きがあった時っていうのは、どこで気づくべきだったかという、そういうポイントを何点か押さえていけると思うんですよね。今回の点は3つありました。トレンドラインをブレイクした時、力点1をブレイクした時、力点2のかなり大きなところをブレイクした時、もし私がチャートを見ていたら、この3つのうちいずれかでセルに入っていたと思います。皆さんいかがだったでしょうか？これもね、重要な振り返り検証でございますんで、なんかしまった、何が起きたんだではなくて、見ていたらここで気づけたんじゃないかなっていう、こういうふうなことをね、積み重ねていくのは非常に大事だと思います。それでは本日は以上です。残念だったかな、次に向かいましょう。それでは、今日一日ね、また様子を見ながら、多分ね、この落ち切ったところから回復すると思うんですよ。しばらくね、そちらの方をまた見ていこうかなと思います。おそらく3つのうちの一番下の力点までは上昇するんじゃないかなと思いますけどね。大丈夫です。